なたちゃんも嬉しいよ。暑くもない、寒くもない。日差しも優しくて、風もそよそよ。こんな絶好のお昼寝日和に、あなたと一緒にいられるんだからね。うん、動いた方がぐっすり眠れるもんね。ふわふわで、あの毛並みに顔をうずめたらよく眠れそう。ん？おっと、そろそろいい時間ですな。お昼ご飯ならここにあるよ。かなたちゃん特製弁当、公園デートバージョン。じゃーん、どうぞ召し上がれ。この卵焼きは自信作なんだ。味も焼き加減も今までで一番うまくできたんだよ。食べて食べて。ほい、あーん。そんなことないよ。あなたとかなたちゃんの仲なんだから。口開けて。よかった。そんなに喜んでもらえるなら、頑張って作った甲斐があったよ。じゃあ、はい。次は、かなたちゃんの番でーす。唐揚げを一つ、お願いします。あーん、う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 ん、おいしい。冷めても柔らかいままだし、揚げてすぐよりも味が馴染んでていい感じ。オッケー、唐揚げね。あーん。ほーれ、口を開けろー。